はい、どうも始まりました。毎度おなじみゆうご .tv です。お届けするのはアッシー佐久間ゆうごでございます。さて、本日も秋の夜中に読みたいおすすめの本の目次読みをしていきたいと思います。本日紹介する本はこちら、ベレーン。昨日に引き続き北野武史超思考。昨日は全思考だったけど、今日は超思考。こちらを紹介したいと思います。こちらはちゃんと第何章とかでちゃんと書いてありますね。はい、こちらが目次です。じゃじゃん。第1項、日本総国民思考停止。第2、いわ忍術か商売か。第3、死刑の是非、生死の価値。第4、そのハンバーガーはうまいか。第5、暗闇の老後をどう走り抜けるか。第6、夢を売るバカ、探すバカ。第7、芸術は麻薬だ。第8、理想の国はあるのか。第9、どっちにしろ幸せだ。第10、唯一無二の価値はないか。第11、人知に及ぶ範囲。第12、飢える贅沢。第13、本音という作品、作り話。第14、右向け左。第15、師弟関係。第16、俺の絵は売らない。第17、爆発前夜。第18、目に見えないこと。最終稿、クソジジイとクソババアの全19項目となっております。ぜひこちらの超思考、裏面には特に書いてないですね。はい、ということで、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。こちらの本面白いです。では今日はこの辺でドロン。